きっかけは投資案件あるよっていうお誘いでした。はい、こんにちは。マルチインカムサラリーマンの八野誠でございます。今回は、おかげさまで100本ということでですね、昨日投稿した動画で GCG アジアの、ね、動画としては100本超えましたということで、今日が101本目なんですけれども、ね、100本記念してちょっとね、これまでの、振り返りといいますか、まあね、なぜ私がね GCG アジア、ね、ネタに動画を100本も撮ってきたのかというところについてね、お話をしていきたいと思います。はい。で、きっかけはですね、やっぱりそのね、あの友達から投資案件あるよということで誘われました。で、興味があったので、じゃあ、あの説明会っていうか、私の時はあのウェビナーでしたね。はい、ウェビナーに参加してお話を聞かせていただきました。はい。でですね、まあその中でですね、やっぱりその当時はですね、 80% から 50% って言われてたんですかね。はい。ね、で、まあ、月利80から50っていうと、やっぱりですね、まあ、魅力は魅力なんですけど、ちょっとね、やっぱり、ありえないですよね、やっぱり。本当に瞬間最大風速で、FX でこう、ね、瞬間的にこういう数字を出すことはあるかもしれないですけど、それがね、毎月コンスタントに出せるってことはやっぱりありえないってね、思うのが、まあ、普通、一般的な、なんだろうな、これまでの常識なので、ちょっとね、やっぱり、うん、まあ、魅力的ではあるんだけど、ね、話を聞いても、まあ、確かに、うんって感じなんだけど、本当かなっていうのが、やっぱり拭いされないっていう感じでしたね。はい。でね、ちょっとぼやけてますけど、これが、いつものね、GCG アジアの成績なんですけど、まあ、1月から3月、300% ですからね。で、日本に入ってきたのが、まあ、3月とか4月、5月っていうことで、4、5、6の月でも 244%、だから平均すると月 80% ですよね。はい。で、7月くらいからちょっとね、下がってったんですけれども、それでもですね、10、20、30、40、50% くらいですよね。ね、80から50くらいっていうことで、ね、最近はまあ下がったんですけれども、それでもやっぱね、こういう数字っていうのが、ちょっとね、良すぎる。ということで、やっぱり警戒心を持ちました、私は。はい。でね、ウェビナーの中でもね、いろいろこう説明してあって、ね、で、やっぱりその、ね、進めてる方はちゃんと大丈夫ですよっていうことで、いろいろこうデータを、開示してくれたんですよ。でね、検索してくださいと、ね、どうぞ検索してください。検索してください。自分で、ちゃんと確かめてくださいっていうことで、いろいろ教えてくれました。まずね、フィンマの方ですね。こちらの方にちゃんと登録されてますよっていうことで、ね、ウェブサイトここ開いて、オーソライゼーションとこから、セルフ、レギュレートリーというところ、ね、調べてくださいと。で、クリックしてくださいと。で、ここでガーディアンキャピタル AG っていうのを検索してくださいと。ね。で、もう一つは、ASIC ですね。ASIC の方も URL から、検索で GCG アジア、ね、検索してくださいと。そうすると、ダウンロード、ライセンスがダウンロードできますよと。ちゃんとライセンスされてますよねっていうことでね。はい。で、確かにね、私も、FINMA アクセスして、あと、ASIC にもアクセスして確認できましたと。確かに、ちゃんとね、登録されてるぞ、ということで、まあ、大丈夫なんじゃないのっていうことで、まあね、ちょっと、こう、安心した反面ですね。一方でですね、FINMAの、こちらのね、ワーニングリストの方に、GCG アジアが載ってるんですよ。ね、一番厳しいと言われているところ、に、ガーディアンキャピタルは、登録されてるのに、GCG アジアはね、ワーニングリストに載ってると。ね、フィンマの謎なんですけど、ガーディアンキャピタルは、ちゃんとライセンスされていて、
でも GC ジャージはワーニングリストに載ってると。これはどういうことだと。いうことでですね、ちょっとね、なんでこういうことが起きてんのっていうことで、かなり検索しました。やっぱおかしいですよね。親会社は登録されてるのに、子会社はワーニングリストに載ってるって。やっぱりそこがちょっとね、しっくりこなかったんで、いろいろ検索しました。で、検索したらですね、いろいろね、インドネシアの問題とか、カンボジアの問題とか、あとは、デカスコピーの問題とか、あと、中国銀行のね、DCG アジアと全然関係ないよとか、あとはね、出金に関するね、インドネシアとか中国とか、ね、そういうところで出金できないとか、まあそういう情報がどんどんこう、ウェブ上に落ちてて、やっぱりですね、そういう情報を見てるうちにちょっとやっぱ不安になってきたんですよね、私的には。はい。で、あとはですね、ちょっとこの DCG アジアの画面がですね、過去にちょっと私もハイプっていう投資をしていまして、そちらと結構まあ似ていたっていうね、ちょっとね、ここではあまり触れないですけれども、この件について詳細知りたい方は、過去にね、動画作ってますので、そちらの方を見てください。この動画の下に URL も貼っときますので、そちらでちょっと見ていただきたいと思います。はい。でですね、実は私、ね、2017年に、ハイプっていうものに、もういくつかやっぱり投資しました。ね。で、その中で、トータルですね、やっぱ150万円くらいね、失ってしまったと。で、そのうちの一つが先ほどのね、ハイプの画面なんですけども、あれとまあちょっと似てたっていうのもやっぱり引っかかってしまいまして、これはちょっとどうなんだろうということでね。はい。で、まあ、結局ね、2つ、3つくらいね、ハイプに投資して、まあ、結局は詐欺だったということで、まあ、150万円溶かしてしまったんですけれども、まあね、そちらの、詳しいお話については、このね、警告本っていうね、仲間内では警告本っていう名前でちょっとお話、話題になってるんですけれども、まあ、こちらの電子書籍の方に、まあ、なんで騙されちゃったかっていうところは、しっかり書いてあるので、もし、ね、同じようにちょっと、こう、思いがあるとかね、あと同じように、私と同じようにね、過去ハイプで投資して失敗した人なんかは、見ていただけると共感していただけるのかなと思います。こちらも詳細はこの動画の下に URL 貼っときますので、見てみてください。Amazon のね、電子書籍なんで、皆さん、Kindle の読み放題とか契約してると、タダで読めますので、ね、はい、興味があれば読んでみてください。はい、でですね、まあ、ね、こういう私の、過去、150万円失ったっていう経験からですね、やっぱりまあ、ね、年寄りのおせっかいなんですけれども、ね、やっぱり私の中ではハイプっていうのはね、ほとんど飛ぶと。いうやっぱりこうロジックができてまして、まあ、そういう過去の経験から照らし合わせるとちょっとね今回の案件もまあ同じような感じなのかなっていうことで、まあね、ちょっとこう警戒するような内容で情報発信しましたと、ね、だからですねぶっちゃけもう DCG アジアすぐ飛ぶだろうと思っていたんですけれども、これがですね、なかなかちゃんとね、運営がしっかり回していて、もう気がついたら10ヶ月ですよね、今年の1月からっていうことなんで、これ結構ね、昔のハイプってそんなに続かなかったんですよ。まあ、続いたのもありますけれども、大体ね、早いのだと本当に1ヶ月、2ヶ月とか、まあ、3ヶ月、4ヶ月、長いので1年続いたのがあるかなっていうくらいで、ね、まあ、10ヶ月っていうとね、かなり続いてる方かなと思います。はい。なのでね、まあ、2年前とね、やっぱり今違うのかなっていうことでね、昔はやっぱりこう、ハイプっていうのはもうすぐ飛ぶと、ね、ほとんどの商品すぐ飛ぶということだったんですけれども、ちょっとね、やっぱりこう、2年経って時代はやっぱ変わってきたのかなと。特にその昔、その2年前の時の、ハイプの問題って結構大きな
社会問題にまでね、NHK とかでも取り上げられたくらいの問題になったので、まあね、まあ、そういう時に比べると、皆さん、運営側もやっぱりこう飛ばないようにっていう感じでね、いろいろ調整をかけたりしているので、まあ、時代は変わったのかなっていうふうに最近ちょっと思うようになりました。はい。とはいえですね、やっぱりですね、月利 50% とかね、ありえないんですよ。ね、まあ、GCG アジア最近はもうどんどん下がってきてるんで、まあ、それでこう、うまく回るようにはなってると思うんですけども、やっぱりね、こう、まあ、月利どれくらいだったら、大丈夫なのっていうのは、なかなか言えないんですけれども、ね、コンスタントにね、毎月、こう、高配当を出し続けるっていうのはね、やっぱりこう、常識的にはやっぱありえないっていうのが、ありますね。はい。なのでね、まあ、GCG アジアに限らず、ゲインスカイとかね、あと IBH とか、あとは配当型ウォレットで S ブロックとかね、ICB、あとはエグゼ、アンジェリウム、ミオ、クワント、ブロックエコー、ユーバンクとかね、まあ、この辺はですね、やっぱりこう、普通に考えたら、永遠にこう高配当を出し続けるのはね、ありえないと思うので、いつかね、それがまあ、ね、1年後なのか10年後なのか分かんないですけれども、いつかはやっぱりどっかでね、破綻するのではないかっていう気がしています。まあ、これは私の、推測なんでね、いや、そんなことはないよっていう人は、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい。なので、私の考えとしては、もう宝くじだと。ね。宝くじってほとんど皆さん、当たらない。まあ、当たると思って買う。当たった時の夢を、こう、イメージして買うと思うんですけれども、でも実際は当たらないですね、ほとんど。ね。でも、当たらないからといって、チキショー当たらなかった。クソみたいな。多分そこまでこう悔しがる人っていないんじゃないかと思います。多分外れたら、ああ、外れたかっていうくらいでね、また来年の年末ジャンボ買おうとかね、サマージャンボ買おうとか、そういう、多分ね、ライトな感じだと思います。なので、この辺ももう本当に宝くじでね、買ったような、それくらいのこう意識で投資するのがいいんじゃないかなと、私はね、そういう、感じで、考えるようにしてます。だから私もね、この中のこういった投資商品やってないってわけじゃなくて、いくつかやってます。はい、私もゲインスカイやってたりとかするんで、まあ、そこはね別に否定してるわけじゃなくて、もうとにかくね、皆さんのそのなんていうんですかね、お小遣いの範囲の中で、要はね余裕資金でまあ買うのがいいんじゃないかと。もう宝くじだと思って、宝くじって皆さん多分ね、全財産宝くじに積み込むっていう人はいないと思うんですよ。全貯金を宝くじに積み込む人って。同じようにやっぱりね、投資案件とかね、配当型ウォレットとか、ああいったものはもうとか宝くじと同じように、本当にお小遣いでやるのがいいんじゃないかなと思います。で、ちゃんとした投資、まあ、いわゆる資産運用、するのであれば、ちゃんとね、お金のこと、金融リテラシーを学んで、しっかりしたね、やっぱりこう、なんていうんですかね、こう、国から認められるっていう言い方がいいかどうかあれなんですけど、ちゃんとしたその株式とかね、上場してる株式とか、まあ、変な話、ウォーレン・バフェットさんが、こういったね、商品に投資してるかっていうと、投資してないじゃないですか。世界のその大富豪って言われてる人が、こういった商品に投資してるかっていうと、やっぱり投資してないですよね。ちゃんとしたものに投資して、確実に利益を上げていってるっていうのが、まあ、億万長者の人のね、行動なので、やっぱそういったところもちゃんとね、考えた上で、もちろんね、こういうの買ってるかもしれないですよ。買ってるかもしれないですけど、多分ね、ちょっとしか買ってないと思います。宝くじと同じような感じで。はい。ね。なので、ちゃんとね、しっかりこう、金融リテラシーっていうのを学んで、資産運用していくのがいいんじゃないかなと思います。はい。でですね、今後もですね、引き続きこう100本だからっていうことじゃないですけれども、GCG アジアの情報、多分っていう方、世界で私しかいないと思うんですよね。こんな、ほぼ毎日 GCG
GCC ジュアジアの情報を発信している人って、なのでまあ一つのこう使命感じゃないですけれども、まあここまでやってきたんで、ね、今後もね、あの見届けていこうっていう感じで GCC ジュアジアの情報を発信していきますので、よろしくお願いします。あとはね、せっかくなんでね、あの金融リテラシーの方も、まあ私がね、これまで5年間勉強してきた中でね、まあこういったことを学んできたよっていうのも、ちょっとずつ紹介できたらなと思います。はい。はい。ということで、今後もね、引き続き、GCG アジア頑張っていきますので、できればね、動画にこう、いいねボタン押していただけると、結構その、Google の中で、ね、YouTube の中で、評価が上がってきて、こう拡散されるようになるので、いいねボタンをぜひ押してください。あとはね、チャンネル登録、まだしていただいてない方は、こちらからチャンネル登録ね、していただければと思います。はい。ということで、100本ありがとうございました。いろいろね、皆さんが見てくれるから、こうやって、動画撮り続けられるので、ぜひですね、今後とも、よろしくお願いします。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。株や不動産、副業、節税といったマルチインカムサラリーマンとしてのお得な情報を発信していますので、こちらをクリックしてください。